足立区立五反の小学校は、かつて東京都足立区足立に存在した公立小学校。足立区立千住大護小学校と合併し、足立区立足立小学校となった。校内に弱子学級が設置されていた。開かれた学校づくり協議会は、開かれた学校づくりを推進するため、理事会を中心とした学校と家庭、地域が一体となって、すべては、 子供のためを目標とし、教育効果の一層の向上を図ることを目的としている。本校では PTA の名称は保護者の会となっている。保護者の会の主な活動は一般の PTA と特に変わらない。日本国の初めてのコミュニティスクールはこの五谷野小学校である。五谷野小学校は地域、保護者、学校の3位一体で協力し、 今のようなコミュニティスクールを築いた。TV にも取り上げられている。そして、コミュニティスクールとなった五谷小学校を最初に、まとめたのは、民間で、元ベネスケコーポレーションの三原徹校長。この小学校に4年在籍した。その後新しい校長に引き継がれ、今もコミュニティスクールは受け継がれている。効果は、創立十周年にあたる百六十二年に、 制作された。友達や先生と共に学び、遊び、そして希望に満ちて未来に向かう姿が歌われている。五丹屋の孔明にちなみ、のを中心に5つの、半で囲み桜の花びらで、縁取りがしてある。開校当時、図工専科であった小野寺玉宝先生がデザインした。ありがとうございます。